いや、壁紙を白にして、撮影場所を変えたよー。皆さんごきげんよう、シュリリンです。キラ、あ、キラキラー。ということで、本日なぜ動画を回しているかと申しますと、なんかみんなのコメント欄見てるとなんか、なんか春コスメ、わかんないよ、みたいな。初心者でも扱えるコスメちゃんってどこですか？カムヒューって言われることがめちゃめちゃ多いんですよ。なので、本日は私のおすすめの初心者さんでも、グラデーションが自動でできてるよみたいなコスメを紹介しながらメイクをしようかなと思って動画を回しております。ということで本日は初心者様にも優しいプチプラで作る漏れすぎだー、漏れすぎメイク。よかったら最後まで見てってね、よろしくね。痛い。ということで早速ねメイクをしていきたいと思うんですけど、ちょっと準備してないから準備してくるね。はい、ということで準備してきたのでやっていきまーす。サムネ撮影しとこう。オッケー。下地は割となんか、汗皮脂に強いものがいいで、チュワーみたいな人多いんですけど、まあ、うち的には割とね、初手から下地とかファンデーションとか難易度高いかなと思うので、こちら、アクアスキンの UV、逆やないかい。スキンアクアのトーンアップの UV エッセンスを使って、これでトーンアップしていきます。こんな感じでね、テクスチャーが割とね、みずみずしいんですけど、色がついてて、自然なトーンアップ？この透明感、ツヤ感。伝わってます。左右で違うの伝わりますよね。伝わりなさい。手のひらってね、温度がしっかりあるので当たり前、しっかりとなじませてあげるとより密着力が上がります。そしたら、ででーん、コウちゃんのクッションファンデーション。これね、動画でたくさん出るようになって私魅力を知ったんですけど、もうめちゃめちゃ良くってこれ。300円で買える100均のコスメなんですけど、100均とは思えないカバー力。見てて。すごくない？これも、まあ、全顔に塗ると危ないです。顔面の中心だけ塗る？もうすごくない？この顔の中心だけ明るくして、肌を整えてあげるだけで、しっかりとね、トーンアップして綺麗な裸に見えるっていうのをどこかで見た。それをやっていきます。こんな感じで目の下、あと余ったやつで、このおでこと鼻筋と、あと顎に塗って、これをパフでぼかしていく。で、顔の外側にはあんまり塗らない。これしちゃうとね、結構顔がバーン！主張激しくなります。で、ここのフェイスラインあんまり塗ってあげないように、ほら、グラデができてるやんね。これでシェーディングがなくっても綺麗なお顔になるよね。ちょっと待って、めっちゃ熱い、やばい。めっちゃ熱い。え、パンツになるのか。ダメダメ、シュリリンちゃん、エッチ。めっちゃ綺麗だけど、あんまり顔との差が。あるね、あるね。でも大丈夫なんですよ、はい。もう一度、ここにね、塗ってあげると。首の下にも塗ってあげると、日焼けもしないし、トーンアップもするしで、最高やないのっていう。そしたら、パウダー。うちがおすすめしたいのが2種類あって、クラブすっぴんパウダーですね。こちらすごく便利です。これはもう、日焼け止めだけ塗ってる子におすすめ。なんだけど、これすっぴんでも使えるよっていう肌にも優しいパウダーなんですけど、これをね、手に出すと、え、伝わります？このサラサラ感とこのトーンアップ感。これしっかり毛穴もカバーしてくれるので、下地だけで上から塗ってもフィルターがかかったようなマシュマロ肌になります。あんまない。どうしよう。気まずい。ごめんなさい。クラブすっぴんパウダーちゃんが選ばれました。これをね、こうやって塗ってあげると。見てください、見てください、皆さん見てください、この輝きを。ツヤがしっかり抑えられるんだけど、時間が経つと結構しっかり馴染んでくれて、あんまり塗りすぎちゃうと白きするんだけど、こんな感じです。めっちゃ良くないこれ。いい匂いなのよ。で、この首と顔の差があまりないっていうのが、初心者さんものすごく大事で、化粧が浮いて見えるので皆さん気をつけてください。待って、汗やばくない？浮き汗かいてない？やっほー！ベースメイクがね、完成したんですけど、これ学校にもしていけるぐらいナチュラルで、まあ、コンシーラーとかも塗ってもいいと思うんだけど、ちょっとコンシーラーまだ早いお前らには。そしたら、もうこれはちょっと高いんだけど、みんなちょっと高いから出してでも買って。絶対に。それはそう。あー！ジュディドールちゃんのメリハリマスターパレット、クールトーン。これ01番なんだけど、02番のね、温かみのあるトーンもあるので、お好きなカラーを選んでください。こんな感じ。ちょっと汚い！使いすぎた。本当はここにね、マットハイライトが入ってて、ここがシェーディングなんだけど、これがノーズ、これがシェーディング？顔周りのシェーディングなんだけど、これがツヤのハイライト。で、これのすごいところって、これで陰影が終わるんですよ。100均に売ってるブラシでいいんですが、私はちょっと100均のブラシないので、こちら。これ使って、ベース、シェーディング、チーク塗って、眉毛、アイメイク、みたいな感じ。なので最初にこのね、フェイスラインに使うのを取って、ここに塗る。これだけでフェイスラインがめっちゃできるのよ。ほら。
ちょ、左右でさ、陰影変わってるの分かる？これあんまやらない子多いんだけど、ここに外に向かってぼかしていくように入れると、そうすると顎がちっちゃく見えて顔がシュッと見える。ほら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 、この100均のユアグラムのノーズシャドウブラシなんだけど、これ毛がね、硬くて太くて、あのねえやめて、密度が濃くってめちゃめちゃいい感じなの。さっきも使ったシェーディングの次、上使います。ちょっと薄めの色取って、これでこっから入れる子多いんだけど、そうするとブブー、めちゃめちゃ鼻が濃く見えるので、この下からね、しっかりと鼻先から整えていくイメージで塗ってあげる。でも今日ここにはあんま塗らない、これ大事で、そのまま上に上げていく。で、鼻先中間ぐらいでもう力を抜いてスーッと上に上げていくだけ。スーッとね。あ、入れちゃった、間違えた、間違えたよ。まあ、ざっとこんな感じで、100均で買ってください。100均のふわふわのブラシでこうぼかす。もうこれだけなんですよ、鼻っていうのは。ほら見て、すごくない？ちょっと鼻が整ってるの分かる？ここと、ここにも影塗るね。よく、シェーディングはやりませんよ、ジュリリーみたいな人多いと思うんですけど、ダメ、絶対やりなさい。ファンデーションで一回顔をキャンパスにしてるわけです。影がなくなった状態で、シェーディングなしでやっちゃうと、目にしか影がなくって、すごい顔さ、のっぺりしてないみたいな。で、ハイライトで出しても、全部出るの分かる？バン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 って。だから、影はある程度やってあげた方がいいと思う。そしたら、眉毛ちゃんも、ゲネ東京。これ100均ちゃんですね。これ使って眉毛描いてきます。もう、うちみたいに眉毛が生えてる子がほとんどだと思うので、今から説明するね。絶対失敗しない。目頭の下から、まず下のラインを決める。下のラインで眉毛の角度変わってくるから気をつけてね。怖い。本当にあった怖い話。できたら、足りなくなってる、わかる？ここの眉尻とここが繋がってないじゃん。そこを繋げていくだけ。間違えた。こんな感じ。綺麗だよね。ねえ。で、干したら最後、付属のポチリについてるスクリューブラシでしっかりと前頭からぼかしていくと。そうすると、ねえ、めっちゃさ、わかる。これだけでね、こんなに眉毛変わるの。やばくない？やばくない？絶対やってみて。はい、見てください。もう眉毛完璧じゃ、ちょっと高さ、違うことないよね。えい。あなたたちは何も見てない。うちが紹介したいのは、ちょっと今日使わないのももちろんあるんだけど、キャンメイクとセザンヌのアイシャドウをうちはおすすめしたくって、これ廃盤なんだけど、ちょっとこれ廃盤だからね。ちょっとごめんね。うん、邪魔だよ！廃盤に用はない！キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの01番。パーフェクトマルチアイズに変わったのか。こんな感じのね、マットカラーになってて、どの色も使いやすいんですよ。めちゃめちゃ肌馴染みもよくって、柔らかい発色。これがめっちゃよくって、で、これが大本命なんだけど、セザンヌのベージュトーンアイシャドウの03番。これもう使ってるんだけど、これすごいよくって。これ伝わってもらえるかな？これパールが入ってるんだけど、見てこの発色と、このギラギラ感。これラメじゃなくてパールが入ってるからこそ、肌馴染みよくブレンディングしやすく、本当にね、1000円しないコスメとは思えないほどの高クオリティで、キャンメイクはどっちかっていうとベースメイクだったりとかアイラインに強くって、もうセザンヌは絶対にアイシャドウ、ハイライト、このパール感がめちゃめちゃいいから、使い分けてみてほしい。どっちも1000円しないから。で、またうちこれおすすめしたいんだけど、うちがいつも使ってる筆どこのですかって聞かれるんです。シーンのアプリの筆セットがあるんだけど、うち500円ぐらいで買ったのかな、あれ。でも500円ぐらいの筆セット20本ぐらい入ってるやつ買って、それがもうね、いろんなブラシが入ってて、チークブラシも入ってるし、汚っ、これね、ふわふわのハイライトブラシも入ってるし、皆さんよかったら買ってみてください。で、これ使います。これのこの色取ります。チューンチューンチューン、鏡ちゃーん、いやだ、鏡ちゃん出てきなさい。あつたあつたあつた神宮前、やめて地元バレる。これを目頭とか全部塗りする子多いんだけど、うちそれ本当に良くなくって、目尻から塗ってくる。これすごい大事で、筆のね、中間よりこっち持っちゃうとめっちゃ発色すんのね。だからおちりを持ってあげて乗せていくとめっちゃ綺麗になる。で、初心者さんは余計に濃い色から行くとシュリリン怖いよって思うじゃん。濃い色から塗ることによってブレンディングしてあげれば意外と馴染むので大丈夫。もうこれだけでちょっとやばいんじゃないっていう感じ。同じ色を先に目尻にも入れとく。これちょっと濃いめでも大丈夫。後でどうせぼかすから。パールちゃん、この色やばくって、これ見てて、すごくないこれ。ハイライトにも使えちゃうんですね。で、この色味いきまーす。めっちゃうるさい通知。見てわかる？で、この時にのせるのが、今塗った茶色の上じゃなくって、茶色と皮膚の中間をぼかすように入れていく。ちきれいなさ、グラデーションやろ。これやね。このね、中間色取って目尻に入れます。あ、待って、これまずくなかった、大丈夫だよーん。こんな感じ。めっちゃ綺麗にさ、馴染んでるでしょ。で、干したらこれね、ギラギラちゃん、これやばくない？これ本当にセザンヌはパール感に強い。あ、待って、これ目の中心にのせるんだけど、本当にやばくって、見てこの、わかる、この輝き。
え、ね、琵琶湖、ここでバレリーナちゃん踊っちゃいますよって。もう白鳥の湖、目頭側にもあーあー、すごくないこの、伝わってるかな、伝わりなさいよ。アイブローペンシルで目尻に向かって描いてくんだけど、この時に黒目の下ぐらいから塗ってあげる方がいい。とうるさい通知、これぐらいね。え、も待って、シュリリ、シュリリメイクうますぎ。キャンメイクのクリミタチライナーちゃんのあずきブラウン、これは07番。目尻を引くんだけど、この時に気をつけてほしいのが、もうがっつりいきませんよ。ちょんちょんちょん、はい、ちょんちょんちょん。ねえ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 、こんだけでこんな変わることある？なんか細いブラシ、なんでもいい、細いブラシ曲がりすぎやろ。細いブラシにさっき使ったセザンヌのここの色取って、ちょっと目尻ぼかしながらアイシャドウとね、なじませていくと、でこの時目尻に向かってぼかすんじゃなくて、目頭側に向かってぼかす。やばくない？ねえねえ、目でかすぎちゃうねん。そしたら目頭にラメを置きます。このミアイスちゃんの涙袋ポイント使いにウルミリキッドライナーで02番、とどめピンク、ベンベンベン、とどめ刺しちゃうぞ。こんな感じでね、ベージュで肌なじみのいいピンク、ちょっとねシルバーのラメが入ってて、ワンポイントに最適、黒目下に塗ります。ここね、ここ黒目下に塗ってあげると、中眼面が短縮されてうるうるしてるの分かる、目が、目に光が入るので、ちょっと泣いてよよ、うち誰か助けてよっていう目になります。お前の役目はこれだけだ。でもこれだけでめちゃめちゃ目の印象変わる。これ100均のビューラーなんだけど、ちょっとうちゴム取れちゃったんだけどみんなはゴムあるやつやってね、まつげ切れちゃうよーん。痛い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 、まつげ切れた。あD アップちゃんのマスカラで上げていきます。え、そこキャンメイクとかセザンヌじゃないんですかっていう人多いんですけど、やっぱりなんか初心者さんだからこそダマができやすいと思う。だからダマができにくい商品を選ぶと、どうしてもちょっとお値段張る。これでも1500円ぐらいするんだけど、これを塗ってあげると地まつが長い子に見えるんだよね。でマスカラ塗ってあげると、目と目の隙間が埋まってるような感じがして、さらにね目のフレームがくっきりするので、絶対塗ってあげてください。下まぶたね、最近とてつもないナチュラルカラーコン見つけちゃって、 N ズコレクション、渡辺直美さんプロデュースの N ズコレクションっていうカラーコンタクトから出てるこのね、どら焼きっていう色が、もうスクールメイクにも使えるんちゃうのってぐらいナチュラルなの。縁あるんだけどぼやけて、内側にブラウンが入ってるから、これがね、もう元々色素薄いですよみたいな目。入れよ一回で。わかる、このさ、黒目確かに大きくなってクリッとしてるんだけど、全然さ、わかんなくない？よくない？こっちもやってくるわ、少々お待ちを。とこんな感じで終わりました。そしたらちょっと AGTK のシングルカラーチーク06番と05番ですね。でこれ何が違うかっていうと、ブルベカラーとイエベカラーになってるんですよ。キャシードールのヌードマットブラッシャーの A シャープ02番オレンジなんですよね。これ手に出すとこういった感じでね、優しめの発色なんだけど、しっかり芯のある色、これを使って一旦チュン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 、これ取って、で頬骨のちょい下にかぶせるように横にずらすんじゃなくって、ポン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 叩き込んでいくのが大事で、でそうすると顔面が引き上がるのね。もうわかる、これ引き上がってない、こっち。さっきの05番を取って、周りをぼかすように入れてあげるとハイライト効果も出るし、わかる、このホテリ顔、これやねんな。顎にも塗っとくと小顔に見える、かわいい。さっきのねジュディードールのパレットに戻って、でこのね、このカラーを取って、鼻先、あ、やばい、これトントンしないとファンで剥げる。こうちゃん剥げるの早いよ。とあと忘れがちなんだけど、ここね、ここにちょっとハイライトを入れてあげると、もうめちゃめちゃね、もうみんなプロの人もみんなやってるんだけど、ここに入れてあげるだけで顔色がすごいわかる、パッて明るくなるでしょ。とあと眉下に塗ってあげてください。これすると横から見た時のこのツヤが綺麗で、横顔骨格がすごい綺麗な人に見えます。頬骨の縦ライン、ここね、ちょっと狭めにトントンしながら入れてあげると、ここもツヤ出るから。リップ自体はしっかりしたものを使ってあげた方がよくって、まあキャンメイクもちろん保湿力すごい高い、セザンヌもめちゃめちゃいいけど、うちはねやっぱり流行り物を取り入れていきたいので、最後こちらネイチャーリパブリックのものを使います。これ案件で最初紹介されたんだけど、めっちゃよくて、めちゃめちゃ保湿力高くって超プルプルなの。でこのベリーヨーグルトもそうなんだけど、初心者の子はいろんなメイクするって言ってもそんなにお金かけれないじゃん。だからそうなった時に粘膜色1個買ってあげるとめちゃめちゃいい。あ、やばい、これ見てもこんなぐちゃぐちゃになるくらいテクスチャー柔らかい。これね、これ見てほら、こういう感じの皮膚の赤みの色に近いものを選んであげると、どんなメイクにも自然色だから馴染むのね。これぐらいのちょっと粘膜だなっていうリップを買ってあげるとめちゃめちゃ綺麗に馴染みます。これはイエベブルベ関係なくめっ
ちゃさナチュラルなツヤ肌でめっちゃ可愛くない？めっちゃ春じゃない？はい、とこんな感じでメイクが完成いたしました。イエーイ。みんなのイメージがつきやすいように黒髪のロングにしてちょっと女体化してきました。ナチュラルめなんだけどしっかりねレディース感が出て透明感みたいな感じで肌もすっごいツヤツヤでね、ちょっと撮影30分ぐらい空いてるんだけど時間が経てば経つほど馴染んでく感じ。よかったら私が言ったコスメを全部チェックして網羅して絶対にメイクしなさい。ということでこの動画がねいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、あと積極的無断体裁もよろしくお願いいたし、マンモース。以上シリリンチャンネルのシリリンでしたよ。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。最高。